同じようにして貼ってくれたのを、胴体を使って潰してあげます。でこの時に一つ、チェックするのが、相手が襟を掴んできて潰した時にこのチョークが来る可能性があるので、で相手との距離がここにあるとここで決まってしまうので、もう一回ですね、で必ず、はい、必ずですね、相手がチョークで出てきたらここで上までグッといって相手の膝を潰します。でここでですね、相手がこのうまくここの上の膝、すねを潰すんですけども、ここで相手がこれを伸ばしてくることがあるので、グッとこうしましたら、そこでこのうまく膝を、あ、こうなってくると思うので、ここでうまく膝を入れ込んで、そのまま右スライドでサイドに行きます。相手がこのチョークを狙っています。そしたらこれをここで潰すんじゃなくって、上の方まで行きます。グッと、で相手が伸ばしてきて、グッと、これに対してこのまま、ね、このままいるとクローズガード入ってしまうので、膝をグッと入れてポールします。でここからニースライドにつなげて、はい、これが3つ目のパスです、はい、こんにちは、エラタクと申します。9月17日、土曜日、ハリオ代官山スタジオにてセミナーを行います。参加費は5,500円、定員は10名となりますので、ご参加の方よろしくお願いします。内容はプレッシャーやコネクションを意識したサイドコントロールをご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。